課金課金借りしたっけマンです。今日さ、さっきスーパー行ったけど、子供がいいさ、面白いお兄さんですね、面白いお兄さんだって言ってくれたから、俺リアクションでこうやってうなずいたけど、あの大人の人ってなんで、ちょっとさ、俺近寄りづらいオーラなのかな。いや確かに俺煽られたらカチンときてすごい切れますよ、切れるけど、でもね普通に話しかけてくれたら僕は別にね普通に対応しますんで。だってさ、レジのおばさんとかもちゃんと話してるしね、こう、うん、常連のお客さんだってそう普通に話してるし、そうこうそうだね、話したい人は直接気軽に声かけてくれたら誰でも僕は話しますんで普通に。ただ煽らなければいいんですよ、煽らなければ僕は何もしないんで、はい、こっちから決して吹っかけません、はいそれは当たり前です、はい、向こうから来たら仕方ないんで、僕はね納得いくまでもう突っかかってくんで、はい、向こうから来た場合は。ということでご安心ください。僕はこういうね変な格好変な行動をとっておりますけど、変な格好って失礼ですけど、まあいろいろ僕なりの考えがありますし、はい、じゃあもう僕働きますし、働いたらもうこんな格好とかねこういう変なことはできないんで、変なことって変なことじゃないの、面白いことはできない、面白いっていうかねできないんで、うん、働いたらもう普通にやってきますんで、今だけです、今だけなんで、はい、じゃあまあ切れるのは仕方ないんで、向こうから煽ってくるのが仕方ないんでね、煽ってきたら煽り返すのがもう昔からなんでね、それはもう10代の時からなんで、はい、それは治りません。俺は我慢できないんで、我慢することできないんで、すぐ俺パーンって言っちゃうんで、言われたらその場で、はい、そういう男なんで、だから近寄りづらいオーラーしてんのかないいんだよ普通に一言で。だってこの間だってさ、時計あるのに隣のおばちゃんさ、今何時かねって聞いてきてさ、ね、それでいいんですよ、それで僕がいろいろ話持ちかけますんで、はい、問いかけますんで、はい、ただよろしくお願いします。一応ねサプライズ今考えてるんで、どうしようか、カプセルだってさ、2つ埋めたやつ2つ出てきたんだよ、青いのも出てきたからね、言っとくけどね、場所違うとこに青いのを発見したんで、はい、一応ね隠さないで、もう分かるように置いとくから、もうね勝手に持ってってください。ドラゴンボールフィギュア、女の子もね興味なくてもキーホルダーなんで、ドラゴンボールのね、うん、まあ子供だからそんなね女の子のじゃなくても、ドラゴンボールだと女の子見るよね。まあいいや、とりあえずカプセル10個ぐらい置いとくんで、じゃあね一人一個ね、喧嘩しないようにとりあえず10個か分かんない、ある僕が置ける分だけ置いておきますんで、それじゃあね、いつも元気ありがとうね、じゃあね、また元気ちょうだいね、弱った時に。その気だけでね、俺はね気さえもらえば、そう、俺の足りないの気なんだよね、気合、俺気がさそうメンタル面が弱いから、そう、そこなんだよ。だからすぐね煽られたらこう我慢できないっていうか、そこなの、メンタルが弱いから、わかる分かるってごめん、分かります、はい、ということでね、ありがとう、はい、またね、はい、北海道弁で、そうです、シャッキーです、カレーシャットマン、2月ももう終わりだね、もう春になってくね、はい、僕も春に就職できればいいと思ってます。このね数年間ちょっといろいろ暇でした、はっきり言って。でもいろんな経験体験ができたことに対しては俺は
また一つ成長してるんで、はい、みんながやらないことを俺はあえてやってるんで、はい、やって経験した上でそれがどうなるかが結果がこうだよってみんなに見せたいのもあるし、はい、し僕国語弱いけどいろんなことを今まであったことをまあね誰かに頼んで本でもなんかね書きたいなと思ってるけど書けないな、俺は書けないです。なんでまあちょっとね俺のこれを今撮ってるこれだってさ一発撮りなんで、はい、だから喋ってることなんて考えて言ってないからね、思ったことパーンと言ってるだけなんで、はい、そうですよ、誰もコメントないよ、コメントもくれてないから、そう今情報あるさ、テレビ見てるかテレビから拾って喋るか僕が思ってることをこう伝えるかしかないんで、はい、あ、ね、これメガネ映ってるでしょ、このテレビね今これ、そう乃木坂46の、スペシャル、誕生日イヤーのやつやってるんで、はい、じゃあまたね、はい、北海道弁で、はい、そうです、 あっち向いてもやってないんです、いくよ、最初はアイコじゃんけんアイコ、あっち向いてあっち向いてあっち向いて、ほいほいほい、それじゃあね、ありがとうございました、またね、したっけマンでした、じゃあね、さよなら、本当に話しかけて大丈夫だから安全な人ですからちゃんと話しかけてくれれば、はい、普通に返しますんで、本当これだけは言ってきますね、安全パイですよ本当に、何もおかしい人じゃないから、本当にちゃんとした人なんだけども、ただ変わったことしてるだけなんで、はい、わかるよ、この変わったことで誰もやらない、こうあるでしょ、こう本当はですね、こういう風にして発散したいんだけど、でも恥ずかしくてできないとかさね、自分のさ理性とかさ、自分のやっぱ持ってるなんかあるじゃないですか、出せないね、表に出せない、ね、それをこもっちゃうじゃないですか、こめたらダメなんだよね、こめたらそう犯罪とかさね、変な方向に走っちゃうんで、あえてね、そういう思ったことね、ああやりたかったこうやりたかったって自分で頭に思ったことを、犯罪ダメだよ、犯罪思ったことやっちゃダメだよ、犯罪じゃなくいたずらでもないけどさ、こう自分の経験したことでも何でもいいんだよね、こうあれをやりたいこれをやりたい、コスプレだってそうだよ、これかねやりたいって思ってやったんじゃなくて、俺はちょっと目的があってやってるんし、そう初め勇気はいるよ、勇気はいるけど、はい、でもそれをやればストレスもあったよ、初めやればその分ストレスも返ってきたけど、でもやったらやっただけで達成感あるし、結果返ってくるんで、結果返ってきます、はい、結果返ってくるから、またそこの結果返ってきた時に考えればいいんだよ、明日はこうしようって、そこで結果来た時点でいろいろね反省できるし、その反省を生かして明日はこう変えて、こういう風に変えていこうってね、うん、でもYouTube は毎日同じようなことやってるけど、でも繰り返しもねいいんだよ、繰り返しもそう、いや癖になる人もいるんじゃないの、ね、繰り返しも買い物だってさ、毎日同じようなことやってるけどさ、買ってるものちょっと違うでしょうね、あれだってあれと一緒さ、だからないやってることは同じでも内容ちょっと違うってことな、ニャンニャン今日ニャンニャンだから、お前らうるさいな今日一日な、分かるの、なんかニャンニャンだから、いやちょっとニャンニャン、こいつは今日ちょっとちょろ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 朝からもちょろちょろしてんな、分かんのかニャンニャンの日、じゃあね、そういうことで何か何言ってるか分かんないうちに終わりました、またね、ありがとう、もう10分だしたっけ。